韓国が買った F-35A 戦闘機で問題が次々と発生しているらしいよ。その中でもバードストライクの修理費は本体超えとも言われているね。日本ではそれほど問題は発生していないのに、どうして韓国では相次いで問題が発生しているのか気になるところだな。今回はそんな韓国の F-35A 戦闘機事情について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。韓国空軍では米国ロッキード・マーティン製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の通常離着陸型である A タイプを40機保有しているんだけど、イラン・イスラム共和国放送が解説したニュースサイトパーズプデイが2022年10月8日に配信した記事によると、韓国の与党議員が韓国政府に対して、アメリカから購入した F-35 戦闘機において過去18ヶ月で234件の技術的欠陥が見つかったと批判したと報じたよ。さらに与党である国民の力のシン・ウォンシク議員がパーズプデイの取材に対し、韓国空軍の F-35 戦闘機は172回にも上る緊急着陸を余儀なくされたほか、技術的問題により飛行が不可能となる状態を62回も起こしている。韓国では5月に、F-35 戦闘機の操縦席に技術的欠陥が発見されたことを受け飛行が一旦全面禁止された。また、世界各国でも同型機の墜落事故や欠陥が相次いで報告されたため、韓国与党幹部が韓国政府はこの戦闘機の機能に失望している。2021年の1年間において韓国空軍の F-35 戦闘機は、月平均わずか12日間しか飛行しておらず、2022年上半期もわずか11日間だけだったと述べたぜ。パーズプデイが反米であるイランのメディアということを考えると、この記事の信憑性は疑わしいところではあるものの、韓国空軍の F-35 には様々な問題が発生しているのは間違いないね。2022年1月4日、韓国空軍の F-35A が訓練飛行を実施していたところ、そのうちの1機に操縦電子系統の異常が発生したほか、3機の降着するための車輪すべてが作動しなくなり、春春南道蘇山市にある韓国最大の空軍基地である蘇山戦闘飛行場にて胴体着陸を試みたんだ。その際、胴体着陸時の火災発生を防ぐために F-35 は搭載していた燃料をすべて投棄し、地上の滑走路には飛行場の消防車によって特殊な発泡性の消火剤が撒かれて極力摩擦を防ぐ措置が施され、そこに F-35A が胴体着陸を敢行して、どうにか無事に着陸を果たしたよ。そして、韓国空軍はパイロットには怪我などがなかったことを明らかにし、また胴体着陸後の F-35 機体については外観からは大きな損傷が見当たらないとして、同パイロットの技量の高さと発泡性消火剤による摩擦軽減措置を施した。基地消防隊の迅速かつ正確な措置のおかげであると自画自賛の発表を報じたぜ。その上で韓国空軍は当時の降着装置の故障に関して、F-35 の事故としては初ケースであるため製造元であるロッキード・マーティン社の協力を仰ぎつつ原因を調査する。それまでは国内における F-35 の飛行を停止するとしたため、先ほどの審議員が指摘したように同空軍における F-35 の飛行時間が少なくなったんだろうな。この事故の原因に関しては後日、バードストライクが原因であると明らかにされていて、体重 10kg の大きなワシが F-35 のエアインテーク付近に衝突し、その衝撃によってアビオニクスに異常が発生したことにより、3機の降着装置の作動異常だけでなく、通信装置や酸素発生装置などの機能が停止したと発表したよ。2023年5月29日、韓国のメディアはバードストライクにより破損した F-35 機体に関して損傷具合を精密検査した結果、この機体は胴体と主翼のみならず機体構造体やエンジンがひどく歪んでしまったことが判明し、修理にかかる費用はロッキード・マーティンから1100億ウォン約116億円かかると通知してきたと報じたんだ。この修理費用の金額は新規で1機を調達する費用とほとんど同額に近く、韓国側からはこの機体を修理には出さず、そのままモックアップなどの訓練用機材として残すか、あるいはパーツを韓国得意の共食い整備に当てるなどが検討されたみたい。韓国の共食い整備は、これまでも F-15 系など、
他の戦闘機や航空機においても広く実施されているが、実は F-35 の運用において、そうせざるを得ない理由が韓国にはあるぜ。F-35 の胴体下部のステルス塗装などの修理メンテナンスは米空軍の極秘事項であるため、アメリカが指定する国際整備拠点 MRO&U で行われなければならないとされ、その拠点は本国アメリカの他にはイタリアのカーメリとオーストラリアのウィリアムズタウン、そして日本の愛知県の3カ所しか設置されていないんだよな。もちろん韓国に一番近いのは日本の愛知県小牧にある三菱重工業に設けられた MRO&U だが、近年において反日政策を掲げるムンジェイン政権になってから、その露骨な反日姿勢によって韓国司法が三菱重工業に賠償金支払いを命じるなどして日韓関係が悪化していることもあり、韓国政府は自国空軍の F-35 を日本で整備修理することを拒否していたわけだ。それが故に胴体着陸で損傷した機体を日本で修理することができず、修理するのであれば整備拠点のあるオーストラリア、イタリア、アメリカのいずれかに運ばなければならず、そうなると膨大な費用だけでなく修理されて復帰するまでには相当の期間を要することになるだろうね。通常は他国の空軍であれば育成に費用と時間がかかるパイロットの生命を守るため、降着装置が出ないとなればベイルアウトを指示して脱出させるはずだけど、韓国空軍は自国パイロットの生命を失う可能性が高い危険な胴体着陸を指示してでも1000億ウォン以上する高価な機体を失うことを恐れたと推測され、その結果として機体の損傷度合いによって結局のところ新たに1機を発注できるほどの修理代を必要とすることになったってわけ。当時のイランメディアによる F-35 の欠陥を訴求する報道は、あくまでも韓国側が F-35 の事故機体の欠陥が原因であることにして、自国空軍に責任はないとのアピールを言って少しでも修理費用を軽減したいとの思惑があったのかもしれないね。実は2006年に F-15 系の墜落事故が発生した際にも、F-15 系の製造元であるボーイング社が、このタイミングで韓国が20機調達する計画をちょうど進めていたことから同額の費用で21機を納入したことがあったぜ。この時に関してはボーイングが事故の責任を自社にあると認めたのではないかとの噂が流れ、その真相は明らかにはされていないものの、韓国は F-35 について現有の40機の他に上乗せで20機の購入予定をしていることから、ロッキード・マーティン側の責任を主張して柳の下の2匹目の土壌を狙ったのかもしれないな。また韓国では2022年5月、積極的に反日政策を進めてきたムンジェイン政権から日本との協力体制構築を目指すユン・ソンニョル政権への交代があり、それまでとは打って変わって親日政策へと方針が変わったらしい。特に翌年の2023年5月に実施されたアメリカや自衛隊などとの多国間演習イースタンエンデバー23に参加した海上自衛隊護衛艦浜切が釜山港に停泊した際、これまでは旧日本軍が使用した旭日機と同じだと言って韓国国内で形容することを堅くなに反対してきた自衛艦旗を掲げたことに関しても国際的な慣例なので問題視しないとして、韓国メディアもそのことを日韓関係が改善する流れと報じるなど変化が起きていたぜ。そのようなこともあり、今後は損傷した F-35 の修理がオーストラリア、イタリア、アメリカまで運ばずとも、日本で実施する可能性があるとの見方が出始めているらしいよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本はイギリスとイタリアとの3カ国共同での次期戦闘機開発を進めているね。GCAP グローバルコンバットエアプログラムの名称が冠された同プロジェクトは、太平洋戦争の敗戦後、日本が初めてアメリカ以外の国と軍事兵器の共同開発を行う点からも注目されているぜ。今回はそんな GCAP がいよいよ本格始動した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。GCAP グローバルコンバットエアプログラムの名称からも見て取れるようにこのプロジェクトは、次世代のグローバルな航空戦闘システムの開発を行うことを目的としており、単なる戦闘機単体の開発に止まらないんだ。
中でも今後の航空戦力の分野は、戦闘機といえば現状のような操縦者が搭乗して操作を行う有人戦闘機に加えて、それらに随伴させ、その管制下で各種の任務に従事する無人航空機にまで及ぶことが予想されているよ。そのため GCAP グローバルコンバットやプログラムでは、有人戦闘機に加え、そうした無人航空機との連動も視野に入れた開発がなされる予定だけど、そう入ってもやはり有人戦闘機の占める比重は軽くはないだろうね。日本ではイギリスとイタリアとの3カ国共同によって GCAP グローバルコンバットやプログラムを推進するにあたり、両国との協調も踏まえてそこで生み出される有人戦闘機の完成品を海外に輸出する方針を政治的にも固めたぜ。具体的に日本の現岸田政権は、2024年3月にようやく連立与党を組む公明党との調整を終え、防衛装備移転三原則の運用指針を改定することで、GCAP グローバルコンバットやプログラムで、生み出される有人戦闘機の海外輸出を認めることとしたわけだ。こうして日本がこれまで慣習として規制してきた海外の国々への完成品の兵器輸出については、時の政権の閣議決定によって防衛装備移転三原則の運用指針に照らしケースごとに判断し、必要に応じて対応する流れが確定したと考えられているな。そうは言ってもただやみくもに日本が全ての兵器の完成品を無条件に海外輸出できるようになるというわけではなく、従来通りに防衛装備移転三原則の指針にのっとり、ことに紛争の当事国についてはそれを認めないなど、一定の歯止めは残された形ではあるよ。このような防衛装備移転三原則の指針の弾力的な運用について、日本国内でこれに反対する個人や団体からは、非常に厳しい政府批判の声が溢れているんだけど、大手のマスメディア等がこれらを伝えても体制に影響は与えていないように思えるね。そこには2022年2月以降継続中のロシアによるウクライナ侵攻や、中国による台湾有事の懸念が高まる中で、大半の日本国民は防衛予算の増額等と同様に次期戦闘機の完成品の輸出についても、今の世界情勢からやむなしとの見方が多いからかな。いずれにせよ政治的には日本における次期戦闘機の完成品の輸出の是非という問題は、今日のかつての冷戦時期をも上回る勢いの世界情勢の変化の前には、いわば必要悪として消極的ではあるが、承認された感が強いな。さてそうした次期戦闘機をめぐる完成品の海外輸出という問題だが、仮に実際に日本がそれを行うこととなるとすれば、そのような国々がその対象国となるのかが、次の段階として考慮しておく必要があるんじゃないかな。大まかな次期戦闘機の完成品の海外輸出先の想定としては、共同開発国のイギリスがヨーロッパを中心とする NATO 加盟国、イタリアが NATO 加盟国以外の中央のヨーロッパ各国、そして日本がアジア及びオセアニアの国々と目されているよ。日本による次期戦闘機の完成品の海外輸出先の具体例としては、日本との間に防衛装備品の技術移転に関する協定を締結した国が対象であり、国としてはインド、オーストラリア、そしてインドネシアやフィリピンあたりが有力視されているね。こうした国名を俯瞰してみた場合、個人的にはインドは今や人口で中国を抜き、さらなる経済的な急成長が見込まれるため、軍事予算の捻出という観点からは問題は少ないとは思えるが、日本側が果たして交渉を行えるのか否かには疑問も禁じ得ないな。インドは従来までは旧ソ連現ロシアから数多くの兵器を購入やライセンス生産と通して調達し、最近では西側諸国の軍事企業がセールスを激化させてはいるが、大口の契約という点ではまだ成功例は少ないのが実情に見えるぜ。ロシア・ウクライナ戦争の長期化に伴い、インドはロシアに発注していた兵器が予定通りに入手が困難となっているとも目されているが、完成品の兵器の海外輸出の実績はほとんどない日本が挑むには大きすぎる相手に思えるな。続いてのオーストラリアだけど、日本と同じくアメリカの同盟国であり、アメリカとイギリスとの間で新たな軍事同盟である、オーカスを締結しており、攻撃型の原子力潜水艦の導入に舵を切るなど、軍事力の拡張に踏み切っているみたい。オーストラリアは最新の戦闘機としてはこれも日本と同様に、
アメリカはロッキード・マーチン社が主幹となって開発された。いわゆる第5世代機と呼ばれている F-35 ライトニング2の A 型を現在までのところ72機の調達を計画しているね。今後オーストラリアがこの F-35 ライトニング2 A 型の調達数をさらに増加させる可能性もあるかもしれないけど、次期戦闘機の出来次第では検討の余地が生まれるかもしれないとも思え、日本の輸出先としては最も現実的な国となる可能性もありそうだよ。続くインドネシアは総人口ですでに2億人を超す状態であり、東南アジアでは最も経済発展を進めている国の一つだが、戦闘機に関しては韓国と同国国産の KF-21 ポラメの共同開発を行ってはいるが、これについても紆余曲折を経ているな。なんとか現状では韓国との KF-21 ポラメの共同開発は再開された模様だが、まだまだ国家自体が世界的な水準で最高峰の部類に位置する戦闘機を、調達できるほど潤沢な軍事予算を持ち合わせているとは言い難いだろう。最後のフィリピンだけど、一時期はかつての宗主国であったアメリカの庇護下から離れ、その軍事基地をすべて廃止して中国との接近を強めていたが、ここに来て南シナ海のスプラトリー諸島をめぐる中国との対立でアメリカへの回帰を深めているよ。ただしフィリピンも国家の財政的には貧しい国であるため、最新の兵器の導入は困難であり、戦闘機についても韓国の FA50 をなんとか装備している程度の規模であり、現状では日本から次期戦闘機を調達する費用の捻出は望めないだろうね。こうしてかいつまんで見ていくと、政治的に日本は次期戦闘機という完成品の兵器の海外輸出に向けて、大きく踏み出したとはいえ、それを実際に購入調達する軍事費や環境にある国はかなり限定的であると言わざるを得ないな。さてそんな次期戦闘機開発だけど、日本はアメリカとの共同開発を行った現行の F2 戦闘機の2035年からの退役の開始に向けて、そこまでに実戦配備を進めることを目標において、具体的な工程に入ろうとしているみたい。GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける次期戦闘機開発は、日本、イギリス、イタリアの3カ国の政府が共同で GIGO と呼称される推進機関を設置。その本部はイギリスのロンドンに置き、初代の責任者には日本人がつく予定だね。実際の GCAP グローバルコンバットエアプログラムにおける次期戦闘機開発は、日本は三菱重工業社、イギリスは BAE システムズ社、イタリアはレオナルド社が主管し、これらによる JV 共同企業体が担う形式となるらしいな。イギリスとイタリアは現行のユーロファイタータイフーンの代替を、GCAP グローバルコンバットエアプログラムから生み出される有人戦闘機で行う予定で、もともと進めていたテンペスト計画を発展させたと言えるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。太平洋戦争の終結とともに独立した朝鮮は、旧ソ連が代表するいわゆる東側と呼ばれた社会主義諸国と、西側と呼ばれる自由主義諸国を代表するアメリカとの間の駆け引きによって、北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国と韓国とに分断されたよね。そして、同じ民族でありながら互いに敵対することとなって朝鮮戦争が勃発したぜ。この朝鮮戦争は、北緯38度線を非武装地帯とする休戦状態が2024年の現在も続いていて、韓国にとって最も危険な敵性国家は陸続きで同族の北朝鮮であるという悲劇が継続されているわけだ。今回は韓国の潜水艦建造について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、上述したことから韓国の国防上、重要であったのは陸上戦力とそれをサポートする航空戦力であり、大きな海軍を持たない北朝鮮に対する韓国海軍にとっては潜水艦などの装備は優先順位が低かったよ。それに比べると日本は周囲を海に囲まれた島国であるために、かつての旧日本海軍では世界でも高水準の潜水艦建造技術を保有しており、太平洋戦争後、新たに発足した海上自衛隊内ではその過去の遺産を生かして国内開発の日本独自の国産潜水艦を建造することを待ち望むが上り次第に大きくなっていくんだ。
旧日本海軍では太平洋戦争末期に、それまでの主力潜水艦であった水上航行を主体とした、いわゆる潜ることもできる水上艦という意味合いの河川艦に対し、先行することを大前提として水中速力の向上を重視した船高型と呼ばれる高速潜水艦である E201 型潜水艦を開発したね。この E201 型潜水艦は水中における高速航行性能を重視した水中高速潜水艦で、水中高速航走性能を追求するため艦隊における抵抗を極力低減するための設計がなされているぜ。船体及び艦橋は流れ線化設計がなされ、艦隊の外部で使用する様々な機器や偽装装備などの突起物は気筒式になっているかもしくは簡素化が図られたな。艦隊上部の注水穴や錨を収納しておくアンカーレセスなどには海水の流れを整えるための整流板が設けられ、それまでの潜水艦に水上艦と同様に設けられていた船体下部のビルジキールは廃止されたほか、海上攻撃用の砲などの搭載を止め、艦橋前後に設置された 25mm 単装機銃は潜航中には甲板の格納スペースに収容されるようになっていて、これらによって完成後の水中速力試験では最大速力19ノットを記録したよ。海上自衛隊ではこの E201 型潜水艦などにおける旧海軍の技術を活かしつつ、戦後にディーゼルエレクトリック方式の機関を持つ林岡田を開発建造し、そこから発展型の夏潮型、やや大型の大潮型を経て浅潮型につなげ、水中航行性能がより重視された完全複から構造の類的型の艦型を持つ水中最大速力20ノットの渦潮型潜水艦を生み出し、さらに有潮型から春潮型へ大型化していき、1994年平成6年に部分単核構造で葉巻型の艦型を持ち、静粛性が高められた親潮型が登場したってわけ。そして、X 字型舵が採用された双流型からリチウムイオン蓄電池を搭載した現時点での最新鋭主力潜水艦である太平型へとつなげてきたわけだな。そのように潜水艦建造技術を発展させてきた日本と違い技術の蓄積が全くなかった韓国だったんだけど、北朝鮮海軍が中国海軍から通常動力型潜水艦を導入した上で、小型ながらも潜水艦の自国開発と建造を進めているとの事実に直面し、遅まきながら潜水艦の保有計画が立ち上がったよ。KSS-1 と名付けられたこの計画において韓国は、潜水艦を運用しているアメリカや日本の協力を得られなかったためにドイツの209型通常動力型潜水艦の建造技術を導入することとなり、ホバルツベルケドイツ造船 HDW21 番艦として張り保つ沢ちゃんぼこを発注し1993年に収益させ、その後の2番艦離船と3番艦西茂船の建造は艦隊ブロックを HDW に製造させて韓国のテウ造船海洋で組み立てる、いわゆるノックダウン生産方式で実施され、4番艦僕以降を韓国でライセンス生産するという手順で潜水艦建造技術やメンテナンスなどの手法の習得を目指したんだ。チャンボ5級通常動力潜水艦は水中排水量1285トン全長56メートル全幅 6.2 メートルほどの小型艦で、機関方式にはそれまでの潜水艦と同じオーソドックスな鉛製蓄電池とモーター、ディーゼル機関が採用されたディーゼルエレクトリック方式の潜水艦で、当初18隻の建造が計画されたが9隻で建造終了となり、韓国海軍は次に同じ HDW 製で燃料電池方式の非待機依存推進機関 AIP が搭載されより大型の214型通常動力型潜水艦を導入するみたい。韓国は9隻の214型をテウ造船海洋とヒュンダイ重工業にライセンス生産させることによって、潜水艦の設計建造技術の習得を終えたとみられ、その後のトサンアンチャン補給の設計建造を独自で行えるようになったな。韓国が建造した214型の1番艦ソンゴニルは水中排水量1860トン全長65メートル全幅 6.3 メートルと、チャンボ5級より一回り大型であるが、AIP を実現した燃料電池が潜航中に停止したり、スクリュー軸から発生する騒音が大きく問題となったために軸を交換したり、
韓国メーカーがライセンス生産したボルトに欠陥があり、環境と甲板をつなぐ部分が漏水するなどの不具合によって、旧跡の同型艦も含めて運用停止措置にされるなどの問題が発生しているぜ。韓国ではこのような経緯を経て2011年8月に、初の大型国産潜水艦として KSSIII チャンボコ3とも呼ばれる3000トン級の、と三安チャン補給通常動力型潜水艦を就役させたことを明らかにして、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデン、そして日本と肩を並べる潜水艦が建造可能な国家となったことをアピールしたよ。と三安チャン補給潜水艦バッチ1は水中排水量3800トン全長 83.5 メートル全幅 9.6 メートル喫水 7.62 メートルで、214型のソンオニエル級と同じく、機関方式には従来と同様の鉛蓄電池を使用したディーゼルエレクトリック方式に加えて AIP として燃料電池が採用されているんだ。ソンオニエル級では潜航中に停止するなど大きな問題を起こした燃料電池だが、と三安チャン補給に搭載されるにあたり大きく改良されたとされ、これまでのところ不具合が生じたといったような情報は明らかにはなっていないな。ソンオニエル級のパッチ1は2番艦暗部と3番艦深彩高の3隻のみで、続くバッチ2が2023年3月からテウ造船海洋で建造が開始されており、このバッチ2では従来の鉛蓄電池に変えてリチウムイオン蓄電池が導入されることになっていて、バッチ1以上の水中作戦能力と運用時間の向上が期待されているぜ。また韓国のメディの報道では、バッチ3が原子力潜水艦となる可能性が言及されているが、これについては韓米原子力協定などがあるために同国が原子力潜水艦を建造することは難しいとの見方があるな。そしてと三安チャン補給潜水艦の最大の特徴は、艦橋後方にミサイルの垂直発射システム VLS が6セル搭載されている点だぜ。この VLS には艦対地ミサイルが搭載されるとして、当初は巡航ミサイルの玄武 3C が収容されるものと見られていたが、韓国のメディアでは玄武 2B を元に開発された潜水艦発射型弾道ミサイル SLBM であると報じられ、2021年9月15日には、最新 SLBM の玄武44を1番艦と三安チャン補の VLS から水中射出する、試射が行われ成功したと伝えられていて、さらにバッチ2に搭載される VLS は10セルに増備される予定らしい。ただ、韓国が地続きの北朝鮮を仮想敵国としているのであれば、このと三安チャン補給のような長射程の弾道ミサイルを発射できる潜水艦は必要ないとされ、VLS が装備された潜水艦を保有するのは、日本を仮想敵国として意識している可能性を否定できないとする見方も出ているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。